どうもミスターガンナスケです。今回はですね、私がミスターガンナスケになった理由を話していきたいと思います。理由というかね、どういう経緯でミスターガンナスケになったのかっていう話ですね。自分が入門した時、 FMW の寮にね、入門テストに合格して、江崎英二と熊本から上京して入門しました。で、寮に入って後藤さんからですね、後藤さんってね、なんていうのかな、あだ名つけたり、そういうなんか好きなんですよ。五色原五作とかね。それで入った時にやっぱ丸坊主にするんですよ。ゴブ狩りっていうんですか、坊主にされてね。その時に俺はちょっとこうぽっちゃりして、で坊主っくりになったら、芦屋雁之助さんの裸の大将に似てるなって言われたんですよ。でも見た瞬間に、あ、お前芦屋雁之助裸の大将に似てるからお前は雁之助だみたいなね。で、英二は、お前、下痢した清水健太郎みたいだなって言われたんですよ。下痢したっていうのはちょっとよくわかんないんですけど、当時痩せてたんでね、あいつ70キロぐらいしかなかったんで、確か。なんで、お前下痢した清水健太郎みたいだなって言われてで、そっからもうその日から、入った日からあだ名が雁之助と、俺は雁之助なんですよ。で、英二は健太郎って言われたんです、もう周りから。だから後藤さんも、俺のことはもう後藤さんじゃない、もうみんなですよ。周りの先輩も俺のことは雁之助、女子は雁ちゃんで、英二のことは後藤さんも健太郎ってずっと言ってましたし、女子も健ちゃんって言ってたんですよ。すごいでしょ、江崎英二のこと健ちゃんって言うんですよ。清水健太郎ね、ギリシャ清水健太郎だからケンちゃん。後藤さんもずっと健太郎健太郎って言ってましたからね。あいつを知ってる人からすると、なんで健太郎なんだろうと思いますけどね。江崎英二ですからね。なので、入門した時からね、雁之助とは言われてましたよ。で、僕は本名が本田正史なんで、もちろんデビューした時は本田正史ですよ。で、エイジは江崎エイジなんで、江崎エイジでデビューですよね。で、半年ぐらい俺本田正史だったのかな。でね、覚えてるのが、長崎の平戸ってあるんですよ、田舎の。橋の方にね、平戸大会だったんですよ。平戸大会の、いつも試合前に新井さんがマッチメイクをね、こう白い紙に手書きのマッチメイクをコピーしたやつを、こう控室とかに貼るんですよね、マスコミに配ったり。で、その対戦カードをいつも見て、あ、今日誰と試合だって分かるんですよ、試合前に。で、長崎の平戸大会ですよ、デビューして半年ぐらい。で、パッて対戦カード見たんですよ、その日の。そしたら、俺のとこ見たら、本田正史じゃなくて、本田雁之助って書いてるんですよ。何にも聞いてないんですよ、俺。で、え？って思って。何これ？って思ったら、後藤さんから、お、雁之助、お前今日から、本田雁之助な？って言われて、あ、はい、みたいな。わけわかんないじゃないですか。
で、え、なんでかなっていう、多分思いつきだと思うんですけど思いつきで、だって半年間本名だったんですよ。本田正史だったのに、いきなり本田雁之助になったんですよ。多分あれかな、あの俺がこうメインに上げられるタイミングだったのかな、もしかしたら。そこで多分あのまあなんかイメチェンかなんか本名よりもなんかそういうリングネームつけた方がいいって思ったのか分かんないですけど、何も聞いてないんでね。ある日突然長崎の平戸大会から俺は本田雁之助になったんですよ。でその日あの初めて僕本田雁之助って新井さんがコールするわけじゃないですか。でその時にセコンドについてる女子とかがあの新井さんが初めて本田雁之助って言ったんですよ、コールしたんですよ。だその瞬間にセコンドの人たちが全員って笑ってるんですよ。雁之助たらセコンドも笑ってるし、ファンの人ももうクスクスゲラ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 って雁之助ってコール聞いた瞬間に雁之助だってみたいな、えへへみたいな、みんな笑ってるんですよ。だからもう完全にコミックレスラーですよね、なんか扱いが。でうわーって、俺コミックレスラーじゃねえよって思いながら、それでね、その1週間後です、長崎の平戸大会の1週間後にまた名前が変わるんですよ。本田雁之助にされたじゃないですか。その1週間後にあのまた名前が変わってですね、これは試合の直前まで何にもなかったのに、いきなりなんか俺の話になったんですよ、控室で。で大仁田さんと後藤さんがなんか俺の話になってなんか話してて、本田雁之助よりもミスターの方がいいんじゃねえかみたいな、なんか冗談で大仁田さんと後藤さんが言い出したんですよね。で、あ、いいですねみたいな、あ、じゃあミスターで行こうよみたいな、ほんと冗談のノリですよ。なんかその中学校のあのなんか休憩時間の教室みたいな感じのノリですよ、こうバカ話みたいな。お、ミスターでいいじゃん、ミスターでみたいな。で新井さんに、うん、新井くん、新井くんっつって、後藤さんが、あの今日からあの本田雁之助じゃなくてミスター雁之助ってコールしてよっつって、はい、わかりましたとか言って、その日からミスター雁之助ですよ。で控室のもう冗談で言ってた、もう俺遊ばれてるわけで、おもちゃですよね、ミスター。だってカタカナのミスターに漢字の雁之助ですよ。もう完全なネタレスラーじゃないですか、はっきり言って遊ばれてたんですよ。で控室のバカ話で、あ、じゃあミスターね今日から。で新井さんがはいっつって、その日からミスター雁之助になったんですよ。ね、いじめですよこれ、はっきり言ってね。でまあ最初はね、違和感しかなかったんですよ、はっきり言うと。違和感というか嫌だった、うん、嫌だったんですけどね、あの嫌なんだけど、まあそれも個性だなって思うようにしたんですよ、うん、あのね、雁之助って言ったら覚えやすいし呼んでもらいやすいじゃないですか、雁之助。本田正史よりもミスター雁之助って聞いたらまあ覚えるじゃないですか、まあ、だからそれをこうポジティブに受け止めて、いい方にね、あ、まあ名前、この名前をもらったんで、もうこれでいくしかないと。そしたらね、あの東京スポーツの見出しの上に、見出しですよ、見出しとか一番あのあれなんていうの一面っていうの、何面っていうのかな、表紙の一番上の方に大仁田敦史あの雁之助を売り出すってトースポの一面の上に載ったんですよ、うん、知らない人は、え、芦屋雁之助が FMW 来んのって思うじゃないですか。それがね、一面の見出しになったんですよ、大仁田雁之助を売り出すっつってね。だからそういうのを見て、あ、これはまあ嫌って思ったけど、逆に美味しいんじゃねえかって思うようになったんですよ
まあ名前を覚えてもらえるし、それで当時ね、全日本に本田多聞選手もいたじゃないですか。だからね、やっぱプロレス界に同じ名前の人が1人も、あ、2人も3人もいるっていうのはあんまりいいことじゃないんでね、間違えるのも嫌だし、ホンダが2人いるのも嫌だなと思ってたんで、まあまあミスター雁之助でいいやと、うん、そういうふうに思うようにしました。うん、でそれで普通にまあ試合してて、キャリアが上がっていくにつれて、誰もこう俺のことはお笑いレスラーとか思わなくなったと思うしね、ミスター雁之助って聞いても誰も笑わなくなったんですよ。最初笑われたんですよ。最初にセコンドにもお客さんにも笑われてたんですよ。でもだんだん誰も笑わなくなって、それが普通に、まあ普通っていうか、うん、普通に受け入れられたんですよね、時とともに。うん、だそれはこう、まあ自分のプロレスでこう分かってもらったっていうかさ、ね、ネタレスラーじゃないっていう、こう認知してもらえたと思います、それはね。だから発想的にはね、五所川原五作と何ら変わらないというか同じですよ。完全なネタ。ね。だから下手したらネタレスラーのまま終わってしまったかもしれないですよ。ね。でもまあ、後から誰にも笑われなくなったという。まあこういうね、ほとんど、もうネタですよ、ミスターに関してはね。で、雁之助に関しては後藤さんが言っただけ、裸の大将の芦屋雁之助さんから取ったっていうね。だからね、俺どっかでも言いましたけど、江崎英二がね、下手したら江崎健太郎とかミスター健太郎になってたかもしれないんですよ。いいですか、ここ重要なんですよね。はやぶさじゃなくて、ミスターケンタロウとかになってたら、売れたと思いますか？っていう話なんですよ。ね。うん。タイミングが悪かったら、あいつも、ね。江崎ケンタロウとか、ミスターケンタロウ、ね。そういう、ゲリケンタロウとか、そういうリングネームになってたかもしれないんですよ。下手したら。一歩間違えば。ね、まあそういう事故は避けられましたけど、はい、というまあ大体後輩っていうのは先輩からね、そう言っていじられても何も言えない立場なので、素直に従うしかないという、まあ縦社会ね、この厳しい上下関係がありますね、プロレス界。まあでもミスター雁之助っていうリングネームをつけてもらって、僕は良かったなと思ってます。うん、途中からというか今もね。本田正史で本名でね、ずっと行くっていうのはまあ別に自分的にはそっちの方が良かったかなと思いますけど、まあ今となってはやっぱミスター雁之助でつけてもらって良かったなと、そっちの方が良かったかな。みんなに、ね、知れ回ったというか認知してもらえて、一回聞いたら忘れないですから、やっぱ、はい、という控え室のバカ話からミスター雁之助になったっていうお話でした。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ミスター雁之助でした。バイバイ。